えー、ひろゆきさんに子供食堂をやるならバイト代でやれと言われ始めた大学生です。えー、先日第8回目を開催することがでりました。ありがとうございます。相談なのですが、先日おばさんに子供たち用に寄付していただいたお菓子を盗まれてしまいました。犯人は自供していて、自分は警察署に行って調書を取ってまで日が届くなします。この先の仕組みを知らないので教えてください。えっと、何その、なんかすごい量じゃないよね。そのおばさんは何お菓子が食べたかったの その転売お菓子の転売ってほとんどできないと思うんで、えっと、一応その,あの裁判にはなるんですけど基本1万円以下のものとかだったら、まあ、厳重注意とかで不起訴とかになることが多いんですけども多分そのなんかちょっとしたその知的障害とか不労者系の人であればあの裁判まで行って前科がつくかもしれないですけどその人に前科つけたいですかっていう話だと思うんですよね。 なので、ちょっとその、あのどうどうしたいかっていうのによると思います。はい要はあの、の被害届を出してしまうと、結果として警察も動かなきゃいけないし、で警察が逮捕して証拠出すと、まあ、送検するべきかな、みたいな話になっちゃうので、うん、なんかその、おかしいねあの。お菓子を取ることは悪いことです。それは事実です。で あの一般的にはもうう警察受けて終わりででいいじゃんんと思うんですよただその村田さんがやってる行為は子ども食堂という形で困ってる人にまあ困ってる子どもに食事を提供する行為というのをやってるわけじゃないですかでそのお菓子ぐらいですらその手に入らない足りない欲しいと思ってしまうようなおばさんを助けるというのも僕はある種の人助けだと思うんですよなので。 そのおばさんが本当に欲しいのお菓子なのではなくその食べるものが欲しいというのであればその子供食堂で別に食事させてあげるとかでもいいと思うのですよ。その子供だけに食わせるとかじゃなくて別にまあ1食ぐらいおばさんが食ってもいいんじゃねみたいなその,そのおばさんをなんか刑務所に持ってくことであの誰かが幸せになることはないと思うんですよね。で多分1回刑務所行っ ちゃったりすると本当にその元を戻って社会生活難しいしまあ厳ュいわけンさんも前科ついたとしてもやっぱりその世間の目とかも変わると思うのでうんなんかその。 まあなんだろうそのあのお菓子10万円分盗みました転売しようとしてましたとかでなんかそのメルカリで売ってるのも見ましたとかだったらもうどうぞどうぞどうぞ削りつき出してださいって話なんですけどいやなんかそのお菓子で前科は僕はなんかちょっと人助けとして考える方がいいんじゃないかなとは思いますけども。